広島市の繁華街では県選挙管理委員会の職員などが明るい選挙のイメージキャラクター明水くんと投票に行くよう呼びかけました。配布したティッシュにはドラゴンフライズのヘッドコーチ浅山翔吾さんと一票を決めてこいという文字がデザインされています。毎年行ってるんでログインボーナスというか、はい、ログインボーナスいや、なんか毎年行きたいなっていう。どこをどういうふうに、ね、考えるかちょっと今考え中まあ今からちょっといろいろしっかり考えて、そうですね、ちょっと新聞見たりいろいろね、あのテレビとか見たりしてあーってくらいの感じでした。県内の投票率は2021年の前回の衆議院選挙で 52.13%、 2022年の参議院選挙で 46.79% と低く、県選挙管理委員会は特に若い世代に投票に行ってほしいと呼びかけています。ぜひ皆様には選挙の投票に行っていただいて、自らの思いをですね、その票に込めていただきたいと思います。衆議院選挙の期日前投票は明日まで行われます。